安丸だしの極上海鮮だしを使って八宝菜弁当を作ってみた。はい、どうもこんにちは、大久スタジオのしっぺいです。作り置き筋肉弁当ということで、今回は安丸だしの極上海鮮だしを使って八宝菜弁当を作ってみたいと思います。それでは早速調理していきましょう。レッツゴー。はい、ということで八宝菜に使うのはこちらの人参と白菜でございます。人参だけ皮を剥いていきたいと思います。八宝菜なんて久しぶりに食べる気がします。それをね、お弁当で食べれるなんてすごく幸せですね。で、人参はまあ食べやすい大きさでいいかなって思うので、適当に輪切りにしていきたいと思います。はい、切り終わりました。ちょっとお皿に移しますね。はい、ということでこの人参と白菜を後で炒めて八宝菜にしていきたいと思います。まずね、白菜入れていきます。で、ここにオリーブオイル、まあ油ですね、ちょっと入れさせてもらって、はい、あと人参ですね。人参もどさっと、ほい、しんなりするまで炒めていきます。はい、それでは鶏ハムを炒めていきたいと思います。ここに片栗粉を入れていきます。オリーブオイルですね。で、鶏ハムで、しっとり食べたいところなので、あんまり炒めすぎると多分硬くなってしまうということがあるので、ある程度の焼き目がついたら揚げていきます。はい、ということで鶏ムネ肉いい感じに火が通ってきたので、はい、ここで安丸だしの極上海鮮だしを入れていきたいと思います。今回は中身の粉末だけ使いたいと思います。混ぜていきたいと思います。はい、はい、いい感じじゃないですか。いい焼き色ですね。はい、ということでこちらを、それぞれのお弁当に取り分けていきたいと思います。八宝菜の白菜と人参を炒め終わって、今片栗粉を入れました。ちょっと味がね薄めになっちゃったんで、お出汁を追加して、でちょっとねまたとろみをつけたっていう感じでございます。めちゃくちゃいい匂いがしてます。本当はここにねキクラゲとか、まあうずらの卵とか入ってたらまたいいんですけど、ちょっと人参と白菜でシンプルな八宝菜が出来上がりそうです。ということでね、こちらをお弁当に入れていきましょう。これねだいぶとろみがあるんで、お弁当にしたら大変なんじゃねと思うんですけど、まあ、とりあえずお弁当に入れちゃいます。鶏の胸肉入れるの忘れてた。主役の胸肉を絡ませるの忘れてましたよ。うん、いいんじゃないですか。ちょっと絡ませる感じで、はい、お弁当に入れていきましょう。はい、ということで完成しました。鶏ハムを使った八宝菜風のお弁当でございます。いやー、いい感じですね。結構とろみもあって、温めることでまたより一層美味しくいただけるんじゃないかなと思います。鶏むね肉もね結構入ってるんで、多分タンパク質 30g ぐらいを確保できるんじゃないかなと思います。で、これ食べてね一日頑張れそうな気がします。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。